さて、宝見つけるまではずっと野宿かな。やだ。ホテル泊まるほどの金もねえしな。ほらあっちゃん、この星にはダンボールってのがあって、すっげえあったけえよ。うひ、公園生活も悪くないってさ。この石全然売れない。それとっとと金にしよう。無限に食えるな、このそば。あれ、そばじゃない。なんすかこの白いの。おそうめんだよ。うちにたくさん送られてきたからお店で出してるの。おかわり。なあ、ルリちゃん、知り合いにお金持ちとかおらん？お金持ち？実は売りたいものがあってさ。あ、やばいの来た。桜子先輩、今日は土曜日ですよ。休みなのに制服着てるの、なんでなんすか？癖だ。癖？ヤンキー怖え。いつもの。はい、ピーナッツそば一人前。今日のヤンキー怒ってない。なんだトリ。おい、こっちだってな、毎日ブチ切れてるわけじゃねえよ。あれ、石がねえ。ルリが貸してだって。ダメだよあっちゃん、そんな簡単に渡しちゃ。でもルリいいやつ。はい、じゃーん。大根を下ろすやつで石を下ろしたよ。わー、石傷ついてる。これで価値下がったらどうしてくれんすか。ごめんね、まっちゃん。私、お蕎麦に金粉を乗せるのが夢だったの。高級食材っていうのかな。ほら、あるじゃん、イクラとかにさ、金粉乗ってるやつ。美味しくするにはお金かかるんだみたいな。貧富の狭間に美味しさの光を見た。だからおろし金でおろしてみた。こいつやべえ。だから言ってんだろ。そうか、だから学校行けって言ってんすな。勉強大事。まっちゃん、石が開いた。え、なに、マジ？すごい、光ってる。おい、眩しいぞ。なんだこれ。石の中に石がある。ダイヤモンドか何かか。この石をどうするの？売る。危ねえだろ、誰も買わねえぞ。そうだよ、まっちゃん、見たでしょ。今ブシューって変な空気出てたし、オーラもすごかったし。でもなんだろう、この光見てたら何でもできそうな気持ちになってくる。しまっとこ。やっぱりお蕎麦の金粉にしようよ。わーい、お蕎麦おかわり。ヤンキー姉ちゃん、誰か金持ち知らんすか？金持ちね、心当たりならあるっちゃあるんだけど、ただあいつは金のことしか考えてねえしな。がっかりすると思うぜ。いいんすよ、お金さえもらえれば。まさか会長先輩に会わせるんですか？大丈夫ですか？まっちゃん、会ってもじっと我慢するんだよ。イラついちゃダメだよ。どんな悪魔なんすか。来い、これも何かの縁だ。よし、まっちゃんも学校に行ってみよう。ただの学校。階段もあって、下駄箱もあって、かと思いきや砲台があって、隔壁もある。
ここは普通の学校とは違ってよ。町を守るための施設っつうが、侵略されないように今じゃどこにでもある施設のうちの一つだ。10年前にな、この町から人が消えて、中でも子供が連れ去られた。高く売れたらしい、人間ってのは。まあ売れてましたね。パーツごとに売られたりしてましたね。臓器とか皮とか丸ごと一個だとめっちゃ高くて、七面鳥を売るのとあんま変わらない感じで売買されて。中でも良くなかったのは地球人がレア。鬼が来たら戦わないといけないだろ。昔話もそうだったようにさ、昔話が現実に追いついたってだけだ。鬼と戦う村人は学生。訓練は挙手制。ふん、希望だけじゃ生きてけねえのかもな。お待ちしておりました。あなたがマルコ。誰すか。黒崎だ。敵じゃねえから安心しろ。大丈夫すか。今爆音しましたけど。気にしてたらやってけねえから。テラ、客だ。ほら見て、バリアブル星人のコンビよ。見てこれ、見たことないだらけの生き物。おめえこそ見たことねえ生き物だよ。ほら、はじめまして。あなたも見る。あ、この生物は交尾の瞬間、10のマイナス80秒の一瞬、次元の叫びができるって話なの。うわ、またそれ。マルコと銀河流。会長先輩だけまた死んじゃうところでしたね。しぶてえ女だな。幸運だけでテラは700回生き残っています。701回目の当面はどうもありがとう。ミラノシュ、今日も元気ね。まっちゃん、この人が伊勢崎先輩だよ。自己紹介お願いしますって言ったら大体わかるから言った方がいいよ。よーし、言うぞ。自己紹介おなしょす。私が自己を紹介する。太陽が、ごめんください、私は太陽ですと自己紹介するかしら。太陽は太陽だとみんな知っているでしょ。なるほど、大体わかった。帰るか。うっす。出口まで案内します。バイバイ。お邪魔しました。お待ちなさい。私が友達いないの知ってるでしょ。待って、会いに来てすぐ帰るのはやめて、傷つくから。テラ伊勢崎は中二病を小一で発症してからもう引き返せないところまで来ていて、最近の趣味はクルージングで沖に出てからの釣り。絵に描いたようなセレブ生活を繰り返し、好感度はゼロだが、この町に巨額の資金を投資している関係上、誰も大きく出られない。私に買えないものはない。さ、おねだりしてみなさい。大体どんな人か分かりました。民衆からギロチンでやられるタイプっすね。じゃあ代わりに会長先輩が出てる CM 見せてあげるね。トミ、トミ、トミ、ここからここまで全部私の。皆様に安全と安心を提供します。ゴールドコードを豊かな街に、伊勢崎重工です。はあ、これが大体の伊勢崎だ。好感度大丈夫っすか、この CM。 見て、可愛いでしょ。よく撮れてるわよね。この人と交渉すんのか、不安だな。まあいいか。実はお金持ちに相談がありまして。やっほー。やあやあ、すごい音したね、さっき。あ、一番まともそうな子が来た。だ、こっちゅー。その子は
新しい生徒？お前に会いたいっつんで連れてきた。そっか、ありがとう。私はそんなに有名でもないんだけどね。どういうことっすか？マルコ、お前に会わせたい奴はテラじゃねえ。あ、ラッカ伊勢崎、伊勢崎ラッカ、伊勢崎重工の大蔵省だ。え、こっちが金持ちなの？マルコと銀河流。君があれか、まっちゃんか。よろしくね。なるほど。よくよく考えれば会長先輩はお金持ちじゃない。え、そうなんすか？マルコ、私を信じて。お金持ちよ私は。ただ決裁権がないだけ。お金に関しての決裁権が。うわ、クソダサ。あんな偉そうな CM 作っておいて。 CM は良かったでしょ。うん、 CM は良かった。ブヒ。トミ、トミ、トミ、ここからここまで全部私の。皆様に安全と安心を提供します。ゴールドコードを豊かな町に。伊勢崎重工です。伊勢崎の家は見栄っ張りの姉と現実主義の妹でできている。伊勢崎財閥の財政はこいつが支えてる。金回りに関しては妹の落下に言え。やめてよ、私はそんなにすごくないから。月のお小遣いもそんなにないし、靴下に穴開いちゃったら捨てるのもったいないって思うし。どうした、マルコ？わかる、わかるんすよ。こいつ普通じゃねえ。え、そんなことないよ。マルコ偉い、初対面でも花丸あげちゃう。この人負の感情が見えねえ。いつも通りだよ。私は獅子を見るにスポーツもできて、顔も可愛くてスタイルも良くて、しかも嫌味のない笑顔。生まれてこの方、日向を歩いてきた人の匂いだ。カはとてもリアリストだから、私と商談しましょう。あんたは関わるとろくなことなさそうだから拒否。っていうか、さっきの生き物なんすけど、どっちが買ったんすか？じゃあクイズね。どっちでしょう？バカな方。正解ってバカじゃないし。あれ、地球の生物じゃないっすよね。あなた、銀河オークションって知ってる？ああ、おっとくー。ぶひ。伊勢崎重工の知能こと本の虫こと黒崎が解読してくれたの。まだ利用規約の122条までですが。この銀河には広い世界があって、光り輝く宝たちに大金が飛び交うサイト、それが銀河オークション。そして初めて参加した地球人がこの私、テラ伊勢崎よ。ギネスに申請した？黒崎。いいえ。なんで？私が止めた。だって伊勢崎の株価が落ちるからさ。一番乗りだって言いたいじゃん。一度でも買ったんすか？買ってないんすか？買ったわ。その時のエピソードを具体的に。あれは風の強い夜のこと、今でもまだ覚えてる。空には強烈な光。来た、ついに来た。この時の私の心拍数240。光を浴びて280に上昇。毎度銀河オークションです。こんにちは、はじめまして。私、地球人の。はい、毎度。量子力学も鼻を鳴らし、半物質も舌なめずりするという新感覚巨大エレメンツ。こいつに目つけるとはお客さんもやるな。そうなんです、利用規約を毎晩解読してついにたどり着いたんです。
地球人ってのは探求心が強くてええー、なー。ダイヤモンド超える輝きを放つから気ぃつけや。キャッ、どうしよう。キャッキャッ。あ、思ってたのと違う。へそのゴマみたい。返品不可だ。え、金はいただいていく。ええ、ちょろいわ地球人ってのは。銀河一騙されやすいんやな。つーか、お前痩せや、将来太るで。こんな深夜に生活してたら。その生物は私にただの石ころと、私が将来太るという予言を残し立ち去った。そしてただの石ころを500万で落札した私は7日間寝込んだわ。クソどうでもいいレベルでお気の毒っすな。この事件から分かったことは2つ。私が詐欺に遭ったこと、そして私たち人類が舐められているということ。いい、地球人は決して弱くないわ。人類は強いの。人類は負けないの。詐欺にあってちょろまかされてばかりじゃないの。それはお前だけだろ。いい加減、地球人舐められる歴史終わりにしたいの。あとあいつはデブって言った。52キロジャストの私に。悪い、あれ演説モードだからしばらく長いぞ。悔しくないの？悔しい。ブヒ。悔しい。ブヒ。せい！悔しくないの！悔しい！地球を守ろうなんて傲慢な思いはないわ。でもせめて、この町は守りたい。地元くらいは守りたい！銀河の SNS でバカにされないためにも！以上。伊勢崎学園生徒会生徒会長、テラ伊勢崎でした。銀河オークション危険。滞納してないっすよね。利用規約厳しい。ちょっと待って、どういうこと？利用規約の123条がたった今解読できました。なんて書いてあるの？本規約に基づき料金の請求を行ったにもかかわらず利用者が支払いに応じない場合、その理由の遺憾にかかわらず。なるほど。何だったのよ、ねえ、なんでそんな哀れむような目をしているの？このオークションは利用規約を破ると殺害されます。え？正確には殺されても文句は言えないと書かれているはずっす。勉強になるね。だな。旦那じゃないし、ボディーガード雇わなきゃじゃん。私、お金払わないと危険。めちゃめちゃ滞納してるわ。やばいの買った。ごめんなさい、何か買ったかもしれないわ。でも何を買ったか覚えていないことこそがステータスだと思っているの。クソセレブだな。まさかとは思うんすけど、あれも買いました？この星に来てからまだいじめられていない。これではいつまで経っても力がたまらない。おい、ハクア、良い土地が得られたぞ。どうだ？どうとは？うまく地球人に紛れているだろう。さあ、この町にはたびたび銀河から生物が来るようだ。観光地として名乗りを上げたが失敗。どの生物も荒らすだけ荒らすというありさまだ。これでは後発の我々のイメージも悪い。我々は悪事を働きたいわけではない。印象を良くして町の人から情報を集めたいだけだ。手始めに私はフランチャイズの申請をした。見事です。この星の民を怖がらせてはならない。食事をし、酒を交わし、そしてトカゲ石の在りかを突き止める。さすがエルスケルトン様です。大将、お会いそう。うまかったよ、あんたんとこのおでん屋。ただ、あんたの言う青いジャケットの子は知らないね。そうか、残念だ。こっちでも知り合いに聞いてみるよ。よろしく頼む。待
またどうぞです。エル、私は今力が不足している。いじめが足りていない。今の私ではあの青いジャケットにかなわない。竜を引き連れたあの青いジャケットを倒すためには力を貯めないと。ほらてめえ、学校行くんだよ。勘弁してくださいよ。ちょうどいい。恫喝、カツアゲ、上昇、不別、必ずありそう。マルコ、やっぱりあれ、喉落ちてきたら一巻の終わりじゃないすか。この星の人は自分で自分の首を絞めんのか。困ったな。まだ見つけてえもんがあるんすわ、こちとら。非常食、天気予報、ごひ。続きまして、銀河天気予報です。今年は例年にも増してのヌドの数が増えており、注意が必要です。進路予測です。まあ群れから一匹離れてるわ。迷子かしら。普段は温厚なヌドだが、突然進路を変えたとの報告があるよ。撃退装置を持っていない文明の低い星は食われてしまうね。ご親戚が住まわれている方は素早く移住手続きを。お問い合わせは銀河天気予報省まで。 See you next Sunday。 マルコと銀河流。なんすか朝から。いやーごめんね、うちの姉さんが。オークションもさ、たまに当たりも買うんだけどね。だからうちは発展してきたわけで、まあほとんどは外ればかり買うわけなんだけど。あ、で君はその石を売りに来たんだっけ。そうなんすよ、大蔵省。でもトカゲ石っつって、持ってるとろくなことがねえ代物っす。でも話聞く限りそれどころじゃねえって感じっすな。お空にヌドも泳いでりゃ詐欺に遭ってる金持ちもいる。この星の人間からすれば銀河には生命体がいるというのは認知されており、今地球の人類は銀河に出ていく技術はありませんが、自分の星を防衛するためのプロジェクトは国際的に策定されており、ゴールドコードでは砲台が建造されている。伊勢崎重工が作った砲台です。あ、ヌドはあれで撃てば。どうかな、株価が下がっちゃうし、あんまりやりたくないよね。なるほど、戦争を始めたらあの町終わったって思われちゃうんすね。で、お前はどこにいたんだ。銀河の彼方っつったら信じます。もちろん。お母さんを探してるんでしょ。瑠璃から聞いたよ。見れたらいいなって思ってて。桜子さ、手伝ってあげたら。そういうのはてめえで見つけな。冷たいよ。いや、いいっすよ、自分だけで。そんなに大したことでもないんで。で、おたくらは何なんすか。なんだろうね、鬼退治をしている桃太郎といったところかな。大変だからね、今のご時世。いろんな生き物が来る。早い話は、ここにいるのはこのゴールドコードを守るための設備で、そこを仕切る女子高生つうことだよ。へえ、道理で変な人多いわけだ。ご覧ください、クジラです。海洋生物学者の鮫島博士にインタビューです。クジラは飛びません。あれはクジラではなく隕石でしょう。外国船ではないかという話も飛び交っています。みんな落ち着いてほしい。このような事態に備えてこの町は伊勢崎重工と提携し砲台を建設していた。観光名所となり、おまんじゅうとコラボするだけだった砲台だが、今ここで復活となる。ゆうこさん、ごちそうさまでした。いいわね、放課後の女子のたまり場。ついにうちもね。
ーヒーの値段が1300円になったの。潰れる前じゃねえか。やべ、自分金ないっすよ。おごってあげる。大好き大蔵省。それでは失礼して。肩幅、袖丈、着丈、あとはまた下も測ります。え、なんすか、ちょっと、え、じゃ、行こっか。朝から囲まれてるのちょい怖いんすけど。いやいや、もちろんね、いらなかったら捨ててくれていいんだけど、似合うかなと思って用意してあるから。はあ、気づいた。あっちゃんも非常食もいない。マルコと銀河流。素敵、似合ってるわ。やっぱり白が似合うわね、あなた。わあ、なんすかこれ。ただで服くれるっつったから着てみたけど、騙された。いちいち着るのめんどくせえし。これで私たちの仲間よ。はあ、やっちまったな。マルコ、どうだい、似合ってるかい。あっちゃん、心配したぜ。あの会長さんという人はいい人だよ。食堂のサービス券100枚くれたよ。お互い飯に釣られたか。つーか人型っつーことは早速食ったな。ざっと見てきたけど、ここは鉄とセメントが多いね。次にガラス、あとは武器がちらほら。やっぱり誰かと戦うためなんだろうね。この学校で教えていることも普通の授業に加えて、一部の人にはちょっと過激なことを教えているみたいだし。うちら騙されてねえかな。そうかな、悪い人たちには見えなかったよ。何よりマルコと同じ種族じゃないか。あ、お腹減った。もう一回行ってくるね。行こう非常食。おひ、いやだるいな。知り合いは増えていくし、宝は見つかんねえし、変な石は持ったままだし、早く厄払いして見つかんのかな、こんな紙切れ一枚で。うほっ、安っ。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ん、まさかこの声は。コロッケのおばはん。あら、こんにちは。学食でも働いてたんすか。ええ、うちのお惣菜もごひいきしてもらってて。どう、学校は楽しい。いや、自分まだ初心者なんで。転校生なの。転校、うん、そんなもんすね。今日も売ってたりします。これ、揚げたてよ。よっしゃー。はい、60円になります。あ、うままたよろしくね。あ、おばはん、このコロッケそばに合うんで。ん、そんじゃ。やっぱ滅んじゃいけねえわこの星、特にこの学校。どうした急に。突然協力的になりましたね。もぐもぐもぐ。困ったことがあったら何でも言ってくれ。こいつら口に何か入れとけば言うこと聞くんじゃねえか。ヌドはどうにかしよう。すごいよね、みんな動画上げまくり。あれは星の破滅に現れる銀河回遊生物さ。放っておくとどうなるか。群れからはぐれたヌドは凶暴化し、ペロッと朝のコーンフレーク感覚で食われておしまい。丸ごと星を食べると。そんな。しかし普段は温厚な性格で星に向かってくることなどないのだが、うん、何かがおかしい。市長から砲台を使えと要請が。無理だって、あれは使わないよ。株価大事。
ですが放っておくわけにもいきません。市街地に落下すればそれこそ危険です。みんなで月に移住しません？7泊8日くらいで。一つ提案がある。ここは私らが守る。あ、なるほど。そうですね。銀河のことは銀河の方の知恵を借りましょう。ゲ、マジ？やんないやんない。ヌドの駆除なんて引き受けたことねえし。しかしヌドの腹中には宝があると言われてる。ヌドは銀河を渡りいろんなものを食ってきた。珍しいものがあの腹中にはあるはずだ。やべえ、迷う。しかもヌド自体の肉はとてもうまく、スライスしてステーキにしたら頭の奥がシュババッと弾けてフラッシュ。最高に眩しいのさ。宝と飯両方手に入る。これはあれか、一石二鳥じゃん。私もプレゼント用に欲しい。マルコもさ、お母さんにも食べさせてあげようよ。おかん食いたいかな、あんな怖え魚の肉をさ。お母さんはきっと食べたいに一票。見つかったらさ、一緒に美味しいお鍋にしてさ。まあそれも悪くねえんすかね。しばらく顔を見せなかった、親不孝者の娘なわけだしさ。よし、じゃあ町一番のシェフが美味しく料理します。伊勢崎家が誇る最高のグランドシェフでおもてなししよう。それくらいしても町は当たらないでしょ。だってこの町を守ってくれるわけだし。よし、乗った。もし見つかればあなたのお母さんもディナーに。言ったな。よし、決まり。ヌドの肉は保存が効き、非常食の中でもトリプル S ランク。非常食もびっくりするほどの高級肉さ。ブヒ。まっちゃん嬉しそう。味を想像したらつい。よし、全員飛んで跳ねて踊って歌え。銀河は君たちのためにある。珍しい青い青い水の星のルアーに誘われて巨大生物バクついてこい。バクついたら死んじゃうよ。ですがどうやってあの生物の腹中まで。ブラックホールギャラクシーで乗り込みます。早い話が銀河回遊船だよ。お船今度見たい。今は町外れの森に隠してあるけどね。そこからヌドのお腹に入ってこの星から進路をそらすよう誘導する。じゃあ行くよ。あら、非常食。おひ、いってらっしゃい。エンジンオッケー。ブーシー、ブラックホールギャラクシー発進。なんていうか不思議だな、あの子を見てると。空はこんなにも晴れてるのに終わりそうな気がしないよね。ああ、あれ、そういえば姉さんは。連絡したのですが繋がりません。サボりか。さすがにそれはないでしょう。こういうの一番ウキウキして出てくるのに。何か嫌な予感がするな。何見てんだ黒崎。急上昇チャンネルを映します。速報です。ゴールドコードの広場で凶暴化したミュータントによる占拠が続いています。貼り付けにされているのは伊勢崎重工の CM でおなじみ伊勢崎テラさんです。ヘルプミー、アイムノットゲルティ。マジ、ひょっとして利用規約違反。なんかすごいことになってるっすね。ヌドに食われた連中さ、宇宙を渡り手当たり次第に食ってきたようだね。
大丈夫っすか？ありがとう。お姉ちゃんたちは何してるの？いや、お仕事っていうか。あ、それなら僕も何か手伝うよ。どうするっす？どうするも何も。あ、おい見ろ。ああ、めちゃくちゃ書いてある。ああ、あれはあれだね。そうだよね。僕がいるとみんな嫌がるんだ。ボコボコにされるし、汚い汚いって逃げてくんだ。そりゃそうっすよ。で、どうしてお姉ちゃん。なんかかわいそうっすね。同情してどうする。ある意味最強のダイナマイトじゃないか。それじゃ。うわ、待ってよ。頑張れ。強く大きくなるんだぞ。見つけたぞ、悪性腫瘍。よくも逃げやがって。覚悟しろ、この僕潰し。いや、爆薬仕掛け直さずに済んでよかったね。でもあの子が死んだら意味なくないっすか？放っておこう。親戚がどうにかするさ。でも一人ぼっちだったら。とはいえ、あのシオ君はどこへ連れて行かれたんすかね。あ、君たち赤血球だろ。これさっき善玉菌たちが落としていったんだ。善玉菌？ああ、さっきのやつらか。悪いけど心臓まで届けてくれないかな。心臓ね、わかった、僕たちに任せろ。どうやら心臓に向かったらしいっすね。うん、それにしてもこんな大事なものを落とすなんて。とにかく先を急ぐっす。わあ、こっちだ。危なかった。あのまま大腸菌に流されていたら今頃。それは考えたくないっす。ほら見ろ、女の子の老化がとても早い。お風呂上がりの保湿とか教えてあげます？何を言ってるんだい。ここは肺だから、お湯が入ったら死んじゃうよ。あ、酸素が二酸化炭素になってるってことなんすね。うわぁ、なんか浮かないとこ来た。ここはヌドの脳みそさ。うわ、あれなんすか。元は細胞だった奴らのようだ。あれは今脳を浮かしてるってことでいいすか。ああはなりたくないね。気づかれないうちに先へ進もう。待て、お前たち。これより先は立ち入り禁止だ。ふっふっふ、これを見てもそう言えるかい。それは通行手形。これは失敬。通ってよし。さて、いよいよ心臓だ。準備はいいな、マルコ。オッケーっす。罪状、細胞侵食、血圧上昇、転移未遂、アミノ酸、無免許分解。収容よ、何か言い残したことはあるか？何事じゃ。銀河最強のトレジャーハンター剣山。その子の命は私たちが預かるっす。収容を殺すなというのか。愚かな、殺すのが常識であろう。収容は殺す、収容は殺す、殺す、殺す、殺す。何をする。命だけは、命だけは。君、名札はどうした？ここへ来る途中、体内の細胞や菌には必ず名札があった。君たちは何者だい？ わしはトカゲ石が欲しかっただけなんじゃ。あの石には銀河を変える力が。あれ、成虫だね。ヌドを操りトカゲ石を奪おうとしていたんだ。ああ、綺麗っすね。虫の居所が悪かっただけさ。ヌドは悪い生き物じゃない。
もお姉ちゃんたちみたいに強くなるよ。あ、ここじゃまずい。連れて行ってくれるの？銀河は広いんで、君もきっと変われるっすよ。よし、僕お姉ちゃんたちみたいに強くなるぞ。よく聞け人間たちよ、この女は罪を犯した。姉さん、テラ会長。なんだお前たちは。ヘルプミー、マイプレーンだ。あの装置は何でしょう。時代遅れ感すげえな。これは人参や玉ねぎやジャガイモや人間の首を切る装置だ。カレーと同じ。本当だ。ここにいる女をこうする。処刑？姉さんを？おいおい、うちの生徒会長だぞ。不服か？異議なし。ちょい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 。よろしい。よろしくねえし。そうですよ先輩方、私より1年早く生まれたというだけでそんな残酷になっちゃうんですか？助けなくていいですか？だって首が切られちゃうんですよ。ひどいよ、ひどい、ひどいよ、ひどいですよ先輩方。それじゃバイトがあるので。白杖の伝説だな。修行ってカレーの美味しいお蕎麦屋さん？うちは未だにクッタルログで星 0.7 なんです。ちょっと守護やめなさい。私が絶対絶命なのよ。っていうか蕎麦の修行は国内でしなさいよ。待て、誰だ？市長だ。よかった、助けに来てくれた。このゴールドコードで一番偉いのは私だ。伊勢崎寺ではない。そういうのいいから早く助けて。銀河生物に町をくれてやる気などない。私はこの町が大好きなんだ。そして今期のマニフェストは市民の危険には駆けつけるだ。おー、子供でもやるときはやるんだね。ゆえに撃つ。あ、それはわかんない。撃て。市長大変です。次期市長選に歪みが。弾薬はどうした？なぜかおめでとうクラッカーに。一旦退却、作戦を立て直せ。あんな子供に統治されてお前ら恥ずかしないんか。我々がこのゴールドコードを代わりに統治したる言うてんねや。ひれ伏せ人類よ。そうしたら俺がお前らの借金チャラにしたるわ。へいへい、銀河オークション、ちっとやりすぎなんでないかい。なんやお前は。会員ナンバー2099、一つ飛んで9密つ、高額商品出品者様だ。なに、お得意様？聞いたことあるな。青いジャケットが黒いトカゲと豚を連れて現れた時、宝は消えてるとかいう噂。何よりその子は小さい女の子やって聞いた話やな。まさか銀河の伝説がこの星に？この町にはもともと住んでる人たちがいいんだ。そいつらを支配しようなんてのね、あっちゃいけねえよ。はっ、お得意様。え、この子そんなに偉いの？こたびの危機を脱せたのはみんなのおかげだ。巨大なクジラは回電波装置で追いやった。そして地上の悪魔たちは我々ゴールドコード自分隊で追いやった。おー、引き続き私はこの町を守っていく所存だ。えいえい、おー。ま、大将、このそばコロッケと合うよ。痛い。あーちゃんどうした？そろそろ歯医者行かんとな。やだ。へい、まいど。何これ？
ヌードの絵画す返品浮かす買ってません返品買ってませんっていうか買ってませんなんだよ地球人超ロクねえよやった詐欺に勝ったノーと言える女になったわこの先普通のことですまああれっすわヌドは操られてただけでテラシはヌド買ってないってことっすわじゃあ姉さんに罪はないの？おいおいマジかよがっかりだなだったらあんたたち一旦首はめてみなさい怖いからよいしょあ、痩せてる最高でも一つ気になるのはヌドを操ってたやつなんすけどやっぱりどこで聞いても同じ名前っすなアスタロト僕らの銀河を滅ぼしにやってきた連中さなんだあいつ見ねえ顔だななんだてめえ欲しいもんがあるなら受付にいいなここはガキの来るところじゃねえ宝剣はどこだ知らねえな我が星は略奪に遭い最後は滅んだほう悪魔のやることじゃねえか盗むだけに飽き足らず星までやっちまうと宝剣シーラカンスを盗んだ奴がいる。返してもらおう。知らねえっつってんだろ。つうかよ。盗まれちまうような宝なら、盗まれちまうてめえの弱さを呪え。クソガキが。面白い理屈だ。ワニの腕に価値はないよ。この石は高く売れるだろうね。てめえ！いいか。あの宝剣は売人から買ったんだ。盗まれるてめえらが悪いんだろうが。お頭！てめえお頭に何しやがった？貴様らのような賊、模造刀で十分。だとこらザンこいつ次はその首の石もいただくこれもよそから奪ったのだろてめえ何者だドゥーベメラクフェクダを通りアルカイドまで結ばれし北斗の柄杓に穴を開けろこぼれる砂は煮えの血を噛むひとしずくの慈悲すら与え忘れるなガルグイ滅んだ星の名だ私には殺さねばならぬ奴がいるオープンですおでんいかがですお客様からだ。早く届けに来いと。配達？どこまで配達をすれば、遠くまで情報が拾えるでつ。お客様の情報が集まれば、もっと情報網が広がる。さらに、もっと女性も楽しめる具を提供するべきでは？というお前の着眼点は見事だった。ありがとうございます。今の具では、サラリーマン男性にしか話を聞くことができん。
もっとケーキとかパフェとかだ。ハクヤも女の子だったな。男の子だと思ってたです。さあ意見を聞いておこう。ケーキはいいかも。エル様、アスタロト様からお電話です。何？そうか。はい、アスタロト様、直ちに全てを行います。石は見つけたか？いえ、すぐにでも。お前はどこで何をしている？真のトカゲ石を探しております。ご安心ください。我々地球という惑星にまでたどり着き、あと一歩のところまで迫っております。そうか。さらに良い情報です。今この地球人のコミュニティに入り込み、徐々に溶け込みつつあります。そんな時間はない。なぜすぐに殺さない？もちろんです。しかしこれまでの経験上、何かと生かしておいた方が情報の質も上がるかと。トカゲ石を手に入れさえすれば全て関係がなくなる。もちろんです。石の奪取を最優先に。忘れるな、お前は一度取り逃がしている。はい。娘がお前に懐いているから見逃しているが、二度目はないぞ。はい、必ず。娘に代われ。ハクは、お父様からだ。ハクは。この電話は、現在使われています。お父さんだ。父上。友達はできたのか？私にそんなものできるはずがない。そんなことはない。お前がきちんと破滅や破壊を理解し体現すれば、お前の力の前に皆が頭を垂れる。その時、頭を垂れた者は皆お前の友達だ。友達とは、お前のために粉骨砕身してくれる者のことだ。お前が戦えと言えば戦い、お前が危険な時には進んで身代わりになる。力で分からせてやれ。どこで何をしているのかは知らないが、お父さんが教科書を買ってきたから送っておいた。何の勉強？破滅と破壊は先月やったな。今月は支配と調和だ。我々竜の一族は銀河をより良い形に作り変える。工作の時間、作った粘土の形が気に入らなければ作り変えたことがあるだろう。何度も笑われた。何度も繰り返せ。やがて満足する形になる。すべては破壊からだ。始めるためには一度壊さなくてはならない。それを許された唯一無二の一族が我々銀河流の一族だ。この銀河には情報などいらない。そこに意志などいらない。暴力もない。お前をいじめる者もいない。お前を差別する者もいない。お前が学校でいじめられるのは一族の肌の色や血統のせいだと思うかもしれない。しかしそれは違う。私が暗いから。違う。私がムカつくから。お前に力がないからだ。そう、私にないから学校に行こうと思う。行きたいのか？うん。偉いぞ。お前にはまだ力がある。こっちの学校でもいい。構わん。気をつけて。うん、父上も体には気をつけて。アスタロト様は機嫌が良いな。また一つ戦争に勝ったからです。それはない。あの人は勝っても負けても顔色を変えない。もし機嫌がいいと思えたのなら、それは私が家にいないからだと思う。私が引きこもっていることが気に入らないから、外に出ていることを喜んでいるんだと思う。本当なら我々アスタロトの一族は銀河を滑る者としてきちんと星々を回って滅ぼしてほしいんだと思う。私にはそれができていない。私はまだ半人前。気にするな。誰もが初めは半人前だ。お父様の志を胸にきちんと敵を滅ぼすぞというその気持ちが大事なのだ。うん、
手始めにこの星で青いジャケットの女からトカゲ石を奪う。そして2号店、3号店とオープンさせるのだ。さすがボスです。そうと決まれば何をボサッとしている。デリバリーに向かうのだ。はいです。エル、私学校に行ってくる。おお、そうか。父上も喜ぶだろう。今の私には力が足りない。白亜様。白亜よ、学校とは学びに行くところだ。お前の父上もきっと。違うよ、父は学校に行っていじめられてほしいだけ。私はバネのように縮こまった時に大きな力が出るけれど、この世界にはいじめが足りない。街を回ってみたけれど、どこも平和を消している。いじめが足りない。いじめられに行ってくる。ハラヘリヘリハラハラヘリハラヘリ。やべ、ハラヘリすぎて靴履いてくんの忘れた。もちゃーん、今日私裸足で来ちゃった。やるな。おはようございます。おはようございます。まっちゃん歓迎会一番隊隊長、蕎麦屋のルリです。通称ゴールドコードと呼ばれるこの町にあるのは海、海、公園、住宅地、猫ばかりいる無法地帯の公園、犬のうんちを絶対に持ち帰らない道、駐車場だけ無駄に広いスーパー、以上。これといった観光名所のない市として悲鳴を上げています。でもシラス台地って言ってお水だけは綺麗なの。地球はね、お野菜やお米を土から作ってるの。だからうめえのか。そういうとこ好きだな。見て見て、あっちゃん今日も溶接してるんだよ。宇宙船直してるんだって。ああ、ヌードの胃液でやられちまってるから、それまで銀河に戻れねえか。なんか匂いも結構ついちまったしな。ブヒ。お、クリーニングしてくれるのか、非常食。ブヒ、何かあった時のために羽はあった方がいいからね。さて、ここが最寄りの学校。生徒が多い。これならすぐにいじめられると確信。選択制の授業が多い印象。適当なクラスに侵入を試みる。着席。ねえ、昨日の動画見た？見た見た。超寝不足。活気のある生徒が多い印象。おい、こら座れ。あ、桜子先輩、今日は何の授業ですか？今日は先行がミュータントに半殺しにされたので、代わりに私が授業する。生徒会所属の恩田桜子だ。この授業は選択制なので、桜子先輩の授業を受けたい人だけが集まってます。桜子先輩がやるってことで受講者数も倍です。殴るぞ。キャー、殴られたい。先に初注意からだ。基本は集団下校だ。一人で帰るな。登校時も見晴らしのいいところを歩け。先生、質問。学校にはどんな服を着るかの自由がない。靴下や下着やアクセサリー、カバン、スカートの長さや髪の形まで細かく矯正され、髪型からその色まで細かな注文がつく。このことについて先生はどう思いますか？この学校は基本自由だ。絵日記が白いまま。別紙はなかった。いじめられたとは言い難い。軽蔑も足りないし、仲間外れにもされなかった。あろうことか食事にも誘われてしまう。これではいじめられたとは言えない。制服が変だといじめの対象になると思ったけれど、まるで相手にされない。あの群れはいじめに適していない。引き続き別の群れに突入する。お、発見。そこの人は、こんにちは。この制服は雑貨店で買った。え、本当？
皆と違うものを今私は着ている。え、本当だ。どう思う？え、すっごくいいと思うよ。この星はとことん能天気。私もね。ほら、このキーホルダーどう思う？気持ち悪い。そうかな。セカンドプランに行こう。いじめられるためには私を敵と認識させる必要がある。私はあなたのことをキモいと言ったのだから、あなたは私のこともキモいと思うべき。わかった、オッケー。そうと決まれば私のことを放課後呼び出し、使われていない教室の隅に追い詰めていじめ抜くべき。わかった、オッケー。そうと決まれば放課後に。え、何の話だっけ。いじめられなかった。全く手応えがない。そういえばヌドも消えた。父が使わせた怪物を跳ねのけた。この地の空は青い。青い空、青い海、青いジャケット見つけないと。